寒風連絡船とは、1905年から1945年にかけて、下関から朝鮮半島南端の富山の間を運行していた鉄道連絡船である。また、戦時中に福岡市の博多港と富山の間を運行していた広釜連絡船についても記す。同航路は、もともと私鉄であった山陽鉄道傘下の山陽汽船が1905年に運行を開始した。 航路で鉄道国有法によって、採用鉄道が国有化されたために、鉄道員の運営となったものである。第二次世界大戦前までは日本から、朝鮮半島、満州国、中華民国、そしてヨーロッパに至る国際連絡運輸の一部としての役割も担っていた。ほとんど独占企業であり、日本本土と朝鮮半島との間を結ぶ連絡船としては他には、 大阪とチェジュ島を結ぶ、君がよマルが存在する程度であった。なお終戦後は、朝鮮に生まれた、新しい独立国の大韓民国との間に、国交がなかったこともあって、同区間を往来する航路は存在しない状態が続いていたが、1965年の国交成立後の1970年6月に25年ぶりの日韓定期航路として、カンフフフェリーが就航した。 また、1991年3月より、JR 九州が、博多富山にジェットホイール、ビートル2世を就航している、慶福丸今合丸。ありがとうございます。